IDE の統合環境の構築について説明いたします。今こちら ESP さんに開発ボード RD の ID 開発環境の構築でありますので、これを見ながらやっていきます。開発したキットは S プラキットの ESP32 版とラズベリーパイピコの2つありますけど、開発環境はこの ESP32 の方で説明します。順番はまずドライバーです。通信ポートのドライバー、ドライバーというのはですね、コントロールパネルです。Windows のコントロールパネル、コンパネのデバイスマネージャー。ここにポートコムと LPT、 これは通信ポートとプリンターポート。ここにシリコンラボの CP210 ペケ USB2UART ブリッジコムロック。これどういうことかというと、USB を経由してシリアルポートを識別して、メーカーが CP210 ペケです。だからこのドライバーがないと Windows はネゴシエーションしない、デバイスのネゴシエーションしないですね。で、ここです。CP210ペケのドライバーを組み込むです。まあ、ここ最初のところだけちょっとやってみると、ドライバーがシリコンラボさんにありますよと。ここから、落としていけばいいです。ここで落としていけば落とせますので、今ここはちょっと割愛しますね。で、ドライバーを落としました。 USB のドライバー、シリアルポートのドライバーを落としました。で、次は何をするかというと、ID の環境、 ID とは何だって言ったら、これはここにももう入れてあるんですか。ちょっと待ってください。で、これは ID を入れた後にボードマネージャーの設定書いてますが、それは後半戦に譲ります。とりあえずは、USB のドライバーを入れて、ID の環境を構築するところまで行きます。で、どうすればいいかというと、ここにあるように、このサイト、https://www.ardino.cc/en/ソフトウェア、ここからダウンロードに入ります。これと同じやつが出たと思うんです。で、ここで、どうすればいいかというと、まあこれはもうすぐボードマネージャーに行きますが、これボードマネージャーは後半また説明します。これが ID をダウンロードするサイト、今 RD の ID の 1.8.19 のバージョンになっているということです。で、ここいろいろありますけれども、まあ無視してもらって、ダウンロードオプションの Windows ZIP ファイル、これです。ここです。ここからダウンロードなします。これはちょっと分かりにくいんですけども、あ、ちょっと待って、その前に、ID というのはこれですね。これ立ち上がった画面です。で、ここはちょっと要注意なんですけども、下手なところを設置すると課金されるので、タダで落としたいわという人は、ここです、ここ。で、ここで今ダウンロードします。RD-1.8.19 の
ハイフのウィンのジップファイル落としに行ってますので、これでウィンジップがジップファイルの FL なんだったかな。あ、これです。EXPLZ、これ回答ファイルで使ってるんですが、で、これを該当するファイルに回答すればいいです。中はどうなんだ。アルディードのソフトと、大事なのはツールズのと、ライブラリーマネージャー、これ関係しますので、あとハードウェアが、もろもろのセッティングです。ハードウェアとライブラリーとツールをよく覚えておかないといけない。これで回答してください。回答すると、こういうような画面に入りますので、ここで、後半の説明は何入っているかというと、環境設定、これをアルディーノの ID を入れました。入れただけでは使えないんで、ファイルの、環境設定、ここからこれです。 JSON かな、このファイルをセットしましょう。これをまた後半にやりますので、一応終わります。